この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は誘導電動機を自作しながらその原理を解説していきます。誘導電動機には固定子と回転子があります。この回転子、中に入っているものを取り出しました。基本的な原理としては、固定子で作られた回転磁界が回転子の胴体を横切る、これ鎖交と言いますが、鎖交することで回転子のところに回転する力が発生するわけです。誘導電動機をこれから作っていくわけですが、準備するものはアルミ缶と、そして強力なネオジム磁石です。アルミ缶と言いましたが、磁石につかない金属なら何でも OK です。スチール缶とかを使ってしまうと、こういう風にくっついてしまうので、使い物になりません。必ず磁石にくっつかない金属、例えばアルミ缶を用意します。まず誘導電動機の回転子となる部分をアルミ缶を使って自作していきます。アルミ缶の底の部分を使います。カッターで切れ目を入れて全周切っていきましょう。意外とカッターでもアルミ缶スパスパ切れますね。ハサミ用意したんですけど使わなさそうです。はい、切れました。この部分を使います。この後アルミ缶の形を少し加工していきます。適当に印をつけました。本当はこういう風に真ん中に線を引いて合わせていきます。ここら辺が真ん中ですね。あとはこれをトンカチで叩いてひたすら成形します。こちらがビフォーアフターです。真ん中に突起を作りました。これを作って何をやりたかったかというと、こちらの先端の尖ったものの上に乗せて、これで回るようなものを作りたかったんです。これで誘導電動機はほとんど完成したようなものです。 Easy。 これから自作の誘導電動機を回していきます。これ単体で回る仕掛けは何もありません。種も仕掛けもないです。真ん中にかぶせましょう。そして動画の最初で登場した磁石です。この磁石を近づけていきます。この磁石は缶には一切触れていません。磁石を動かすと、わかりますか、缶が回転し始めました。この時磁石は缶には一切触れていないです。この距離を離すと回転は弱くなります。ですがこの磁石を近づけた状態で触れていませんね。で回すと回転の追従が良くなります。これが誘導電動機の原理です。 It's magic ではないんですね。ちゃんと原理があって動きます。これはフレミング右手の法則とフレミング左手の法則で説明できます。磁石と導線を用意しました。この導線の近くで磁石を動かすとどうなるか、導線の電圧を今見ています。動かしますね。このように導線に電圧が出ているわけです。この穴の方向に入れても電圧が出ていますね。これはいわゆる誘導起電力というものです。こちらの磁石から出ている磁束が導線を横切ることで誘導起電力が発生します。これはフレーミング右手の法則です。ここで磁石の動かすスピードがゆっくりだと電圧は小さくなります。磁石の動かすスピードを速くすると、このように電圧も高くなります。この磁石を動かす距離によっても変わります。遠いと電圧は出てきませんし、近いと高い電圧が出てきます。あとは磁石の動かす方向ですね。横方向だったり、あとは縦方向だったり。フレミング右手の法則で磁石が導体の近くを動くと、その導体に起電力が発生するわけです。今この導体の回路を完全に閉じました。つまり起電力が発生すると電流が流れる状態です。その電流が流れている導体の近くで磁石を動かすと、その導体は動きます。これがフレミング左手の法則です。では磁石を近くで動かしてみます。こんな感じですね。この導線が動いているのがわかりますでしょうか。完全に静止させて、そしてこの近くで動かしてみると、磁石は触れていませんが、この導線が動いています。これはなぜかというと、フレミング右手の法則で磁石を近くで動かすと起電力が発生します。その起電力によって電流が流れます。その電流があるところで磁石が動いているので、フレミング左手の法則によって電磁力が発生します。これが誘導電動機が動く原理です。
先ほどの缶でもやはり同じ現象で動いています。磁石を近くで動かすとフレミング右手の法則で起電力が発生すると、その起電力によって電流が流れます。この場合は渦電流が流れます。その渦電流と動かしている磁石の磁束によってフレミング左手の法則で電磁力が発生するわけですね。このようにして缶が動いているわけです。これまででなんとなく分かったかと思いますが、電流の流れる回転子と動く磁界があればいいわけです。ちょっと原始的になりますが、このドリルの先端回りますが、ここに磁石をくっつけて動く磁界を作ります。こんな感じで動く磁界を作りました。これを回転子の近くで回してみるとこうです、はい、こちらの回転している磁石と回転子は触れていませんが、回転子回り始めましたね。こちらの磁石の動く方向、つまり磁束の動く方向も非常に重要です。このような方向に磁束を動かしても回転子は回り始めません。このように磁束の動かす方向を変えていくと、はい、回転子は回り始めるようになりました。あとは磁束の向きも重要です。磁石はこのような方向に回しています、はい、磁石の回転方向を反転させるとこちらの方向にですね、そうすると回転子の方向も同じように変わってしまいます。ですので磁束の動く方向で回転子の回る方向を変えられるわけなんですね。それに加えて磁束の動くスピードも重要です。ゆっくりと動かしている場合はこのようにゆっくりと回転子も回りますが、磁束の動かすスピードをこのように速くすると回転子も高速で回り始めます。高速で回転しているところに磁石を近づけていくと、はい、回転が止まりました。これは磁石がブレーキになったからです。このように誘導電動機を動かすには磁束を動かす必要があったわけです。なので実際の電動機でも同じように磁束を動かしています。こちらが回転子、先ほどのアルミ缶のところに相当します。そしてこれが固定子です。動かしていた磁石に相当します。この中にコイルが巻いてあって、そこに電流を流します。電流を流せる線が3本ありますが、そこに流す電流を調整することでこちらの固定子の中で回転する磁界を作ります。それを回転磁界と呼びます。固定子が作る回転磁界の中に回転子を入れます。そうすることでこちらの回転子は回転を始めるわけです。次はこちらの誘導電動機と同じようにコイルで電磁石を作って動く磁界を作ってみます。磁石にくっつく鉄に導線を巻いていきます。導線が傷つかないようにテープを巻きます。途中で被覆が破れると短絡しますからね。巻きました。こちらに電磁石を3つ用意しました。外側にはコイルを巻いてあって、中は鉄芯が入っています。磁石にくっつきます。そしてここに回転子の部分を置くと、ここは接触しないで自由に回転します。このコイルに電流を流して動く磁界を作っていきます。例えば左真ん中右左真ん中右といった順番でコイルに電流を流していけば、磁束はこういった方向で移動していきます。その電流を作るために今回は3層インバーターを使います。鉄道とかにも使われているものです。以前の動画で京急のドレミファインバーターを使いましたが、それと全く同じ構成のものを使います。こちらのインバーターの詳細については概要欄にリンクがありますので、そちらから見てください。こんな感じで回路を作ります。では実際に回してみます。いきます。音聞こえますね。おー、回ってます。あ、いいっすね。今磁束が奥から手前の方向に行っています。こっちの方向で磁束が移動しています。なのでその方向に回転子も回っていきます。うん、なかなかいいですね。実際に回ったわけですが、こちらのマイクで音を聞いてみます。
この回転子が回っている状態で磁石を近づけるとどうなるか試してみます。今頑張って回していますね。今最大スピードで回っています。ここに磁石を近づけていくと、はい、回転が止まりました。電磁石は回転子を回そうとする電流が流していますが、こちらの磁石がブレーキになっています。ですので、この回転子の部分は回らなくなります。一応回るんですけど、非常に回しづらい状態になるわけですね。で、この磁石を離していくと、ブレーキがどんどん小さくなって元通り回り始めます。また近づけると止まると。というわけで今日は誘導電動機の原理を説明しながら自作しました。基本的にはフレミング右手の法則とフレミング左手の法則の原理を応用しています。今回作ったモデルは磁石を動かして磁束を変化させると、それから電磁石に電流を流して磁界を変化させる、非常に原始的なモデルです。実際の世界での応用としてはこちらの誘導電動機があります。もうちょっとちゃんとした作りのものですね。こちらはカゴ型の誘導電動機です。こちらの誘導電動機はここで回転磁界を発生させます。今回作ったモデルについては回転磁界というよりかは直線的に磁束が変化しますので、リニアモーターと呼んだ方が良いかもしれません。こちらのリニアモーターについても動作原理は誘導電動機と同じです。リニアモーターの応用先としては地下鉄が有名ですね。都営大江戸線を見てみると線路の真ん中に導体板が置かれています。これリニアモーターです。車体側に電磁石を積んで、線路側は今回の場合ですとアルミ缶に相当します。アルミ缶を固定すれば車体側に当然動く力が加わります。リニアモーターなのでこの丸い形のモーターを床下に置く必要がなくなります。なので車両を全体的に小さくできます。ということは地下のトンネルの直径を小さくできるので建設費が安くなります。それ以外にも車輪を介して駆動力を伝えていないので車輪がスリップしないんですね。なので急勾配が登れるというメリットがあります。一応回生ブレーキもできます。今日作ったものは電磁石を使いましたが、電磁石を使わないでも強力な磁石だけあれば誘導電動機の原理を実際に試すことができます。ぜひ試してみてください。というわけで今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。皆さん、ディジキー日本語 YouTube チャンネルご存知でしょうか？そちらでなんと新しいシリーズが始まっています。インターステラテクノロジーズのロケット開発のシリーズです。インターステラテクノロジーズ、これまで観測ロケットのモモを打ち上げてきましたが、そこで使われた貴重な技術情報であったり、これから打ち上げる予定のロケットのゼロについて面白おかしく話すシリーズです。ディジキー日本語チャンネルで年末まで投稿予定なので、ロケットが好きだとか、ロケットの電子回路がどうなっているのかとか知りたい人はぜひ見てください。概要欄にリンクあります。ここからは新しい企画です。以前の動画でついた気になるコメントを紹介していきます。まずはこちら、 PCB を使ったオシロスコープの修理動画についたものです。一部要約抜粋すると、 PCB、 これポリ塩化ビフェニルですね。そちらを使ったコンデンサーは当時夢のコンデンサーと言われ、安定性があり自然界では分解されないというものです。これ本当にそうなんですよね。 PCB は夢の油とか昔は呼ばれていたみたいです。でもやっぱ生き物にとって有害だったということで、夢の油から一転して今では厄介者扱いです。ですね、こうやって実際に PCB を取り扱う立場になってみると超大変なんですね。もう二度とやりたくないです。こういった事例は調べてみるといろいろあるかと思いますので、興味のある方ぜひ調べてみてください。というわけでコメント紹介のコーナーでした。次回以降もやっていく予定なので、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか？概要欄にあるリンクから登録できます。 LINE からメッセージを送ってもらえれば、その内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。